ございます。ありがとうございました。長かったですか？いや、短かったです。感じると思う。はい、いや、入った時は本当に卒業まで長いなと思って、卒業本当にできるのかなっていう不安もあったんですけど、夏ぐらいから自分でこう訓練とかも休まずやってこれていけるかなって、はい、本当にそのスタート地点が加瀬さんとかと違って、はい、運動力がほとんどなくて、はい、注目、そこで注目されてでしたけどね、はい、よく乗り切れたかなっていう。自転車の練習って相当苦しいと思うんですよ。苦しかったですね。訓練は厳しいっていうのは聞いてきたので、それは覚悟してきてたんですけど、こういう生活面とかも、こう集団生活って今までやってきてはいるけど、そういうなんていうんですかね、規則正しい生活とかっていうのは今まで、そうです、日本で有数の厳しさと言われる、はい、そうですね、なんか、どうですかね、マイペースな私には最初ちょっと不安もあったんですけど、それも慣れまして、はい、みんな、ね、同じ夢を持ってやってきたので、はい、頑張ってこれたと思います。その自転車に対する思いというのもまた深まってきたと。そうですね、はい。学校時代は山椒ですか？学校時代、山椒、その競技、競争の、競争の競争訓練の、はい、山椒だった。あ、3、そうですね、3回2着がなくて、なんか3着が7か8か、はい、その勝つ喜びみたいなのは、はい、あの展開ですかね、うん、あの S が取れないので、もう前々に行きたいんですけど、やっぱり後方からの攻めを考えて、なんか得意戦法、追い込み、うん、1コーナーからのまくりとか、はい、うまくそういうのを磨いて7月からは3着以内というか、はい、着に絡んでいきたいです。1着取ってまた声援とかもあるでしょうから、はい、味わっていただいて、はい、ファン多いと思いますんで、あの、はい、7月に向けて一言お願いします、はい、はい、デビュー戦に向けて3ヶ月間が勝負と言ってたので、はい、脚力つけて、女子競輪を盛り上げたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、失礼します。どうにか無事本当に転身してきて、はい、自転車でもやりたいのが本当に、はい、さらに高まってきたかなって。そうですね、あの一つ一つあの駒が本当に揃ってきたので、あとはもう自分が頑張るだけだなというふうに思ってます。同期生やっぱり刺激受けましたか今回の？そうですね、やっぱり同じ訓練の枠の中でやる中で、やっぱり目安とあのなるので、そういう比べられる物差しがあったことは、この学校生活すごい励みになりました。学校出てまた7月ちょっと体調崩されてっていう、そうですね、はい、その分も取り返して、はい、やっぱりあの自分の体ですけれども、これからお客様の体でもあるという、あのそういう意識でやっていきたいなと思います。はい、プロ魂とアスリート魂でぜひ、はい、競輪ともう一度夏のオリンピックもありました、はい、そうですね、はい、はい、しっかりやっていきたいと思います。ファンの方に一言。そうですね、あのやはり勝っても負けてもファンから愛される選手を目指して、常に期待に応えられるように一生懸命走ってまいります。応援してください、よろしくお願いします。また連絡するから、ちゃんと。そしてあと世界選手権頑張ってきてね。はい、うん、うん、いけないけど、うん、ありがとう、どうも ね、どうもね、また、うん、またね。スピードスケートスタート。加瀬さん5秒間ですか？え、はい、ガールズ J2 ファンのために一言、はい、いや、頑張ります、応援してください。もうちょっと力強くなって頑張りますので応援よろしくお願いします。行ってきます。